えー、こんばんばはえっとですねお酒を飲みながら、えー、靴のことについてだらだらしゃべろうっていう、えー、だけのチャンネルなんですけれど、えー、まのんびり聞いていただければなと思います。今日はですね、あのー、私の今のところですね一番お気に入りのこのジェム・ウェストンのゴルフについてお話ししていこうかなと思います。 えっとこのジェーム・ウェストンのゴルフなんですけどこれ、あのー、3年ほど前にですね、あのー、青山の路面店で、えーまあ、オーダーしたものなんですけど、えー、っとデザインに関してですね、あのーまあ、オーダーっていう風に申し上げたんですけど3年ほど前にはジェーム・ウェストンはあのミッドナイト・エディションっていうですねあのこのカーフとスウェードのコンビになっているものっていうのを 発売してたんですけどもうそれを見た時にですねものすごくかっこよくてどうしても欲しかったんですけれどちょうど僕のサイズがなくてですねそれでもどうしても欲しいなとでその頃私ほとんど革靴に興味もなかったくせにですねあのー、もうお店の人に「せっかくですしオーダーしませんか」っていう言葉にですね 岩誘われるがままですね。こちらをオーダーしてしまったんですね。今思うとよくオーダーなんかしたなっていう風うに思うんですけど。まあ、して良かったなと思いますね。本当に素晴らしい一足です。もうこのスエードの上品さも,うもうすっごくもう3年経ってるんですけど、全然毛羽立ちとかなくてですね。で、このカーフの部分も本当に綺麗にシワが入ってくれてて本当に。 気に入っている靴なんですね。そして底材がリジュェイソールになっているんですけれど、このリッジウェイも,もう3年履いてるんですけども、かかとの削れとか、まあ、まあ、削れてますけど、3年経ってもまあこの程度でまだオールソールしてないんですよね。いや本当にすごい一足ですね。そしてんこのツリーですかね。ツリー、このネイビーで、 えーとオーダーするとこのネイビーのツリーっていうのがついてくるんですけど去年か一と年しかちょっと忘れてしまったんですけど2020年ぐらいにもうこのネイビーのオーダーの,もの,あのツリーっていうのはなくなってしまったみたいですね。あの今オーダーすると通常ついてくる既制の,の、えー、とものと同じナチュラルの色のツリーがついてくるようになったそうです。ちょっと悲しいですけどね、まあ、4月から ウエストも、えー、値上げしちゃいましたし、まあ、革靴業界総じてやっぱりコストを抑えてっていうところは変わらないんですかねチャーチもこの前1ヶ月ぐらい前ですかね値上げしてましたね私チャーチは持ってないんですけれどうんいい靴だなあであと あれですねこの靴ひもなんですけどやっぱり3年も履いているとですねちょっとひもが焼けちゃってどうしようかなと思って,てたところにですねちょうどこの靴をあの京都の,あの靴磨き専門店のハークさんに、えー、持っていくことがありましてですねその時にあのハークの寺島さんにですねちょっとこれひもが色がせてきちゃってどうしようかなって思ってるんですよっていうふうに申し上げたらあの寺島さんがですね あ紐変えれますよというふうに言ってくださってであそこのハークさんで紐の交換をお願いするとあのいろんな種類の紐もあるんですけどその場で切ってですね調整してくださってこういうふうに加工してくださるんですよねこの先の金属もその場でつけてくださいますいや本当にですね道もう焼けてしまって結構紫っぽくなってしまっていて全体的に何、あのー、というか。 ここの紐の部分がぼやっとしたあの印象だったんですけど黒にしたことでですねまあここのコバの色が黒なのでそれを拾って黒っていうあのところで非常に締まって見えてですね個人的に紐を変えるってものすごく効果あるんだなって思いましたね。紐ちょっとあのどうかなって思ってる方は紐変えるとだいぶ靴の印象って変わりますよ。 すごくおす,すめですねうんちなみにこの紐はえっとちょっとこの縫い方石目っていうそうですねこのちょっとなんていうんですか網が粗い感じ最初すごくほどけやすくてですね結び方をちょっと変えたりして工夫してたんですけども今はそんなにほどけることとかもなくなりましたねはいいやージェーム・ウェストンって私非常に好きな えーと靴のメーカーでですね何なんですかねこのラストの美しさ素材の綺麗さ、うん、とあと頑丈であるところいやすごく堅牢な作りなんですよね先ほど申し上げた通りこのソールの削れがほとんどないっていうところもまあ一つなんですけどあのーまあ、縫いの乱れとかも ピッチの乱れとかもうほとんどなくてですねもうこの3年履いても磨けばほぼ新品のように蘇ってくるような感じがありますねはいウエストンは他にも、まあ、今後ちょっと動画にしていこうかなとも思っているんですけどうんスニーカーはスニーカーで良さがあるんですけどね、あのー、履きやすいですし うーんまあ、革靴ほどそんなに天候を気にしなくてもいいですしまあ通気性も、まあ、革、うんまあ、通気性とかメッシュ素材とかのスニーカーでいうとやっぱり革靴より通気性はあるんですかね、うん、で軽いっていうのを、えー、と合わせて考えるとやっぱりスニーカーは今全盛なので、まあ、私もスニーカーは履かないことはないんですけど ほぼ,ほぼ9割型、えー、と革靴になってますけどやっぱり革靴って長時間歩いてても私は疲れないんですよね。あのこの底が硬いずっしりしてる特にこのジェーム・ウェストンの靴って非常に重いんですけどえっ、ー、と本当に重くてですねもう買って初めて履いた時って重さにまずびっくりしましたね。う 重くてであとフィッティングに関して言うと本当に初め数ヶ月は骨が歪むんじゃないかとか血が止まるんじゃないかっていうぐらいきつかったですけどあのそれを乗り越えると本当に極上の履き心地で、えー、そして、うん、で先ほども申し上げた通り歩いてても疲れないんですよね。 ががっしり足元からら支えられてるる感じがすすんですよねスニーカーってやっぱりクッション性がある分足元がどうしてもこう革靴に慣れてしまうとグラグラするような感じ感触があるんですよね、うん。感触がありましてですねそれを思うとうん,なんかこのゴルフって特にそうなんですけど硬くてですね 帰りがまあ、かといって帰りがないかというとそういうこともないんですけれどこのウエストンのゴルフっていうのは本当にあとオールソードすれば一生履けるんじゃないかと思っているような靴なのではいまあ3年も履きましたけど今後もずっと大切に履いていきたい靴ですね。オーダーダの価格ででうとえっと当時ですね2000もう今から3年ほど前だと えとまあ、定価 ×1.5 倍いくかどうかっていうぐらいの、えー、と価格だったというふうに記憶してます、えー、っとそしてもう4月からウエストン値上げしましたけどオーダーの価格って変わってないんですよねもしかすると,、えー、とオーダーってお買い得なんじゃないかなっていうふうに思っちゃったりなんかしてますね はいえー、と今靴、私の靴棚には大体革靴が40足ぐらいあってですね、まあ、病気なんじゃないかと思ってるんですけどウエストン1足を出したいのがあるんですよね590っていうトリプルソウルの、えー、ウィングチップなんですけれどそれが素晴らしいあもうハントダービー。 っ思いっい作ウエストンで有名なモデルがありますけどそれと並ぶぐらい代表作って言われてる素晴らしい靴があってですねそれをしぼ側で作ろうかななんてね思ったりしてます、はい、あちょっとちょっとお酒飲みながら喋ってるのと同じこと何回も喋ってるような気もしますけど、ねはい、今日はこのウエストンについてお話をいたしました。 えとまあ、あのこの製法とか、まあ、グッドイヤーの製法だとか、まあ、その他ウエストの歴史だとかについてはあのもう他の方がですね、えー、と動画にされててお話しされている動画がたくさんあるのでもう私はもうただこの靴好きなんだっていうことをですね、えー、だらだらとおしゃべりしてですねあのあ革靴かっこいいなちょっと履いてみたいなと思う人が。 えー、増えればいいなというふうに、えーまあ、これ見て川口かっこいいなと思ってくださる方が1人でもいらっしゃったら私は嬉しいですね。はい、ちょっとお酒もなくなってまいりましたのでそろそろですね。はいい終わろうと思いますではまた次の動画でお会いしましょう。